クラーキン、アレクサンドル・ボリソビッチ・クラーキン公爵は、帝政ロシアの政治家、外交官。駐在オーストリア公使、フランス公使、国家評議会議員、枢密顧問官などを歴任した。レフトルストイの戦争と平和の登場人物、クラーギン公爵として登場している。1752年1月18日モスクワに生まれる。クラーキン家は代々外交官を輩出してきた家柄で、ピョートル大帝に仕えた外交官、ボリス・クラーキンは曽祖父にあたる。1764年父のボリス・アレクサンドロビッチ・クラーキンが死去し、サンクトペテルブルクに移る。ペテルブルクでクラーキンは皇太子パーベル・ペトロービチ大公の宮廷に仕えた。パーベルの地遇を得たクラーキンは、パーベルの良き友人の一人であったが、それは長くは続かなかった。女帝エカチェリーナ2世によってクラーキンは在外交官に派遣されたためである。1796年にエカテリーナ2世が死去し、パーベル1世が即位すると、クラーキンは帰国して、副宰相に任命され、パーベルの宮廷に仕えることになる。パーベル1世の暗殺後に、アレクサンドル1世にも仕え、この間1806年に駐在オーストリア公使、1808年に中仏公使として、ナポレオン戦争に直面することとなる。1807年のティルジットの和約締結にあたっては、ロシア側代表として、講和会議に出席している。1810年以降、クラーキンは、アレキサンドル1世に対して、多くの書簡を提出し、フランスとの戦争が不可避であることを警告し続けた。ナポレオンが、ロシア遠征を準備中であることを察知したクラーキンは、1812年4月15日に、ナポレオンと会談の上で、露仏間の外交関係を打開を試みた。大陸軍の侵発後に、クラーキンは公使を辞任した。クラーキンは、衣装道楽として知られ、パリ赴任中、華麗で、贅を尽くした衣装から、ダイヤモンド公爵の異名を取った。1810年7月1日、中仏オーストリア公使、シュバルツェンベルク主催の舞踏会で起こった火事では、避難する時に倒れて、火傷を負ったが、豪奢な衣装によって一命を取り留めたという。アレクサンドル1世、ニコライ1世に仕えて、法典編纂事業に尽力したミハイル・スペランスキーを見出した人物としても知られる。フランスのレストランで、従来のフランス式サービスを止めて、温かい料理を徐々に出していく、ロシア式サービスを紹介したことでも知られる。ありがとうございます。